ちょっと世間的にはもう忘れ去られてしまっていることかもしれないんですけど前澤さんちょっと前に国際宇宙ステーション ISS に滞在していたんですよね民間人として初めて ISS に滞在したみたいなまあそういうことがちょっと多少は盛り上がっていたんですけどもうだいぶしばらく時間が経ってるのでもうまあさらにオリンピックが始まったりとか色々なことがあるのでもう世間的にはもう忘れているのかなっていう感じだったんですけど ちょっとふと思ったんですよね。今日あの考えていたんですけど、前澤さん宇宙に到着して、宇宙はあったぞっていう名言を残したんですけど、それ以外にも、その一番最初の動画で、窓、窓の外に、こう、カーブしている地球が映っていると。で、確かに地球は丸かったとか、青かったとか、いろいろなそういう感想をおっしゃってるんですけど、これちょっと、素直に思ったんですけど、 地球ってでかくないのかなと。なんて言うんですかね。人っていうのは大きいものを見たときに結構感動するんですよね。京都から東京行く新幹線に乗ってますと。天気いい日、富士山見えると思うんですよね。あれ富士山でかっ,って思うんですよ。でかいな富士山と。なんかこう、感激があるんですよね。でかそのでかさに。 あるいはまあ普通に開門していてもその身長190センチから2メートルぐらいあるその外国の方とか見るとこう声には出さないですけどもうでッカッかっこうでかさにびっくりするっていうんですかねなんか人間と大きいものにちょっと感動しがちというか現代アートとかでも大きい作品って多いんですよねあの大きいものってそれだけで感動するんですよ岡本太郎の太陽の音あれでかいんですよ実際見に行くと あれちっちゃかったらちょっとしょ、しょぼいですよね。<laughs> ただあの、あの巨大さがあるから、な、なんだこれはってなるんですけど、でかいものって人間って喜ぶ感じがあると思うんですけど、あれ ISS からあんな地球がこれぐらいカーブしてる感じに地球が見えていたら、でかいっていう風に感動しないんですかね。それ思ったんですよね。誰も言わないんですよ。すけど、前澤さんもカーブしてるとか確かに丸かったとか、宇宙ステーションがあったとか、 ちゃんとあったとか、宇宙があったとか言ってるんですけど、地球めちゃくちゃでかいって思わないですかね。あれ見たら、でっかいなって思うんじゃないですかね。なんかそういう感動の表現が一切ないんですよ。あれでかくないんですかちっちゃいんですかね見た目。なんかそういうことをちょっと思ってみました。まあちっちゃいつながりで言うと今日なんか、 ニュースになっていた身長1 7 0ンチ以下の人には人権がないだなんとか言ったっていうプロのゲーマーの人があの <laughs> 炎上しているってことあったんですけど前澤さんあの ISS で自分の身長を測っていて160何センチみたいなことで前澤さんには人権がないのかっていうことになったんですけどまあそんなことも思いつつちょっとした小ネタの話でしたあれ宇宙から地球見下ろしたら地球ってでかいなとこう感動すると思うんですよね 富士山もあの富士山に実際に5合目とか車での行ったりするとその大きさはわからないと思うんですよ。ふもとにいると。でも引きで見ると、新幹線とかから引きで見ると、でかいっていうことにちょっと感,感動すると思うんですよね。そんなん地球なんかあんなカーブしてる、あのカーブがはっきりわかるぐらいの距離ですよね、ISS から見下ろす。当然、何中ちゅうでかさやと。いうふうな感動が あって叱るべきなんじゃなかろうかと思うんですけど、そういうことも言っていないと。しかも、前澤さんは1月29日の ISS ツアーしてみたっていう動画を最後にもう投稿がストップしてるんですよね。あまりにも情報少ないです。前澤さん本当に宇宙に行ったんでしょうかわかりません。以上、芸術を僕はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。